次世代型通勤列車です。デジタルサイネージでの利用案内やフリースペースの設置など時代の要請に応え多様な利用客の快適性に配慮した列車です。省エネ化も進められており非常に扱いやすい通勤列車です。改良型通勤列車です。新しい設計思想をもとに大規模な改修を施した列車です。運行速度の向上など全体的に性能が改善しています。低価格、低維持費を実現した車両となっています。地下鉄型通勤列車です。地下鉄での運用を念頭にした通勤列車です。アルミ合金製の車体と車内案内表示機等の充実した設備が特徴です。乗車するお客様のことを考えた通勤列車です。標準型通勤列車です。ステンレス製の車体を採用し軽量化された通勤列車です。制御系統にも改良が施され省エネルギーでの運用が可能です。増え続ける都市の乗客需要への切り札になりそうです。普及型通勤列車です。近代的な駆動方式を採用した通勤列車です。最低編成数は2両ですが各種性能が向上しています。大都市の混雑緩和に役立ってくれるでしょう。初期型通勤列車です。都市の通勤客を輸送することを目的とした列車です。小パーツ構成ながら車体を大型化し効率的な輸送が可能です。車両価格を抑えつつ最低限の性能、定員数を確保できる列車です。改良型近郊列車です。全体的な性能向上が図られたステンレス製の近郊列車です。徹底した効率化で性能向上と運用コストの削減に成功しました。ローカル線から快速列車まであらゆる需要に対応した車両です。通勤兼用近郊列車です。セミクロスシートを採用し通勤・通学にも対応した近郊列車です。定員数が向上し通勤列車に近い性能を持っています。地方での運用も都市圏への乗り入れも可能な万能車種です。標準型近郊列車です。動力機関の出力を強化した近郊列車です。ラッシュにも対応できるようになり定員と乗車率が向上しました。さまざまな場面で活躍してくれそうな車両です。初期型近郊列車です。座席スペースを広く取り乗客の快適性を重視した列車です。運用コストが抑えられており長距離輸送に最適です。客室からの見晴らしも良く大人から子供まで楽しめるでしょう。普及型近郊列車です。長距離輸送のためのさまざまな改良を施した列車です。高速性能に優れより短時間での輸送を実現します。客室とデッキが区切られているため乗客も快適に過ごせそうです。改良型特急列車です。車体構造の刷新を行い性能を向上させた特急列車です。高速移動と非常に静かな車内環境が魅力です。力強い運行性能ながら細やかな気配りが光ります。流線型特急列車です。前面を流線型にしさらなる速度の向上を図った特急列車です。定員数は少ないながら最高水準の速度で都市間輸送が可能です。大都市間の直通運転を行い輸送時間の短縮化を目指しましょう。展望型特急列車です。前面に展望席を設けたハイデッカー形式の特急列車です。展望席だけでなく通常座席でも景色を楽しめる観光向け車両です。車窓から見える風景はきっとお客様の思い出にも残るでしょう。通勤兼用特急列車です。通勤・通学にも使用することができる特急列車です。設備に工夫を凝らしており定員数を増加させることに成功しました。柔軟な運用が可能な車種となっております。標準型特急列車です。前面を小型化し貫通扉を設置した特急列車です。車内設備の効率化を行い乗車空間を広くしています。より多くのお客様により快適な環境を提供できるようになりました。屋上運転台式特急列車です。運転台を屋上に分離し前面に展望席を設けた特急列車です。移動中に景色を楽しめる観光向けの車両です。乗っているだけで非日常感を味わえる特別な車両となるでしょう。初期型特急列車です。車両全部のボンネットが特徴的な特急列車です。騒音の発生源をボンネットに収め車内の静音化に成功しています。高い運行性能を生かした運用が望まれます。改良型電気機関車です。新技術を採用した電気機関車です。各種性能が上がり採算性の高い運用が可能です。貨物列車としても旅客列車としても十分な性能を発揮するでしょう。ディーゼル機関車です。ディーゼルエンジンを動力にしたディーゼル機関車です。車体の前後にエンジンを搭載しており
安定した性能が出せます。運行費用を抑えたい地方の路線等で使用すると良いでしょう。標準型電気機関車です。大出力の電動機を搭載した電気機関車です。速度等の性能が向上しており、より汎用的な使い方ができます。主要産業路線に配備して輸送力の増強を図りましょう。四軸式蒸気機関車です。動輪の数が多いため牽引力の高い蒸気機関車です。三軸式に比べて速度は落ちますが、牽引できる車両数が増えます。輸送力重視であれば選択肢として考えても良さそうです。初期型電気機関車です。電動機を動力として客車や貨車を牽引する機関車です。電化することで安く安定した運用が可能となりました。この車両があれば効率的な貨物輸送ができるでしょう。三軸式蒸気機関車です。石炭を燃料にして走る蒸気機関車です。ボイラーをフル回転で走行するため運行費用は高めです。大きな動輪にすることで最高速度の向上が図られています。以上、公開された24種のモデルの説明の読み上げでした。ご参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。